皆さんこんにちは。今回は違う漢字探しです。たくさんの漢字の中に一つだけ違う漢字が紛れ込んでいるので、20秒以内に探し出してください。それでは早速やってみましょう。1問目です。土という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに死という漢字がありました。これは見つけやすかったですね。それでは次に行きましょう。2問目です。焼くという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに木という漢字がありました。この薬という漢字は災い、苦しむ、災難、苦しみなどの意味を持つ漢字ですよ。3問目です。筆という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに心という漢字がありました。いかがでしたか？次もしっかり見て見つけてみてくださいね。4問目です。字という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここにいという漢字がありました。この字という漢字は小学校5年生で習う漢字ですよ。それでは次に行きましょう。5問目です。書くという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに名という漢字がありました。たくさんの漢字の中から見つけるのは集中力がいりますね。向きも大きさも変わりましたが、見つけることができましたか？6問目です。紺という漢字です。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに陰という漢字がありました。7問目です。7という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに棒という漢字がありましたね。見つけることができましたか？8問目です。金という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？
終了です。答え合わせです。ここに関という漢字がありました。いかがでしたか？問題はあと半分ですよ。集中してよく見てくださいね。9問目です。社という漢字です。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに女という漢字がありましたね。この社という漢字は斜め、はす、傾き、傾くなどの意味を持つ漢字ですよ。10問目です。貝という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここにヘイという漢字がありました。11問目です。猫という漢字です。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに秒という漢字がありました。制限時間内に分かりましたか？12問目です。紫という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに芝という漢字がありました。問題はあと3問です。正解を目指してよく見て見つけてくださいね。13問目です。綿という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに錦という漢字がありました。錦鯉の錦の漢字ですね。14問目です。旬という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに別の旬という漢字がありましたね。最終問題です。ケツという漢字です。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに勝つという漢字がありました。今回は何問正解できましたか？最後におまけの問題です。10秒で違う漢字を探してみてください。終了です。見つけることができましたか？これは以前の動画で紹介した問題です。概要欄に URL を記載していますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
漢字探しのこの動画は知の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布しています。ホームページもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。